携帯電話ショップテルル、元アップなどを展開し、フィムミニ GP ジャパンシリーズの運営もしている株式会社 P アップがサポートしているライダーの2024年体制を赤にした。昨年は、ロードレース世界選手権シリーズ元ツクラスに第6戦イタリア GP から参戦し、最終戦まで戦った羽田大河、元ツヨーロピアンチャンピオンシップにエントリーする。ここ2シーズンは 調子が上がってきたなと思ったときには、ロードレース世界選手権元2にシートがない状態になってしまっていました。今シーズンは、走り慣れたチームサグから元2ヨーロピアンチャンピオンシップに参戦しながら、グランプリへの復帰を目指します。一戦でも早く戻れるように結果を残していこうと思っています、とはた。2022年にミニ GP ジャパンシリーズでチャンピオンを獲得し、ワールドシリーズでランキング3位となり、 2023年は TN40 ボーイズモトアップレーシングから全日本ロード JGP3 チャレンジクラスで存在感のある走りを見せた池上清流は、出光アジアタレントカップにフル参戦、ヨーロピアンタレントカップにスポット参戦することになった。昨年は全日本 JGP3 クラスを走らせていただき、いろいろな経験を積むことができました。目標にしていた優勝には届かなかったので、 今年は走るレース前線で勝利を目指します。と池上は強気のコメント。長島哲太率いる TN45 ズモトップレーシングは、全日本ロード ST600 クラスに藤田哲也が継続。池上が抜けた JGP3 クラスには、新たに中谷健信が加入する。今年も TN45 ズモトップレーシングから、全日本 ST600 クラスに参戦できることを中込社長。 チームをはじめご協力いいいただいている皆様に感謝申し上げます昨年は長嶋監督のアドバイスのおかげで、成長することができたので、今シーズンはさらに進化してトップ争いができるようにしたいです。長嶋監督や羽田選手に続いて世界を目指して頑張ります、と藤田。昨年は鈴鹿サンデー JGP3 クラスでチャンピオンになることができましたが、メンタル面で課題が残りました。 今シーズンは全日本に実績のあるチームから参戦させていただけるので課題をクリアしていい走りをしたいですと中谷。2022年にはミニ GP ジャパンシリーズにも参戦し昨年はチーム HRS から鈴鹿サンデーを戦っていた。そしてミニ GP ジャパンシリーズで2022年ランキングに 2023年ランキング3位となった松山春樹をつくばロードレース選手権 JGP3 クラスに TN45 出元アップレーシングから参戦させることになったつくばロードレース選手権 JGP3 クラスを走るチャンスをいただいたことを感謝していますミニ GP で培った経験を生かして JGP3 クラスでもしっかり結果を残したいと思っていますと松山